はい、ホテルようやく着きました。だいたい1時間ちょっとぐらいかかりましたね。そして今回泊まるホテルがこちら、ザ・コンチネントホテルバンコクバイコンパスホスピタリティというホテルです。名前が長いですね。コンチネントホテルです。入ります。綺麗。ミシュラン撮ってるんですかね。2019、2018。ここは1階のロビーですね。すごいです。今回28階に泊まります。なんかボタンの配置がすごいですね。これ韓国の時と一緒でカードを差し込んでからじゃないと押せないですね。間違いで1階下行っちゃいました。おしゃれ。あ、着いた。お、着きました。やっと着いた。お、綺麗ですね。すごく綺麗です。外掃除してるので少しうるさいですね。はい、今電気つけました。ホテルはこんな感じです。超広角にしますね。これ今超広角で撮ってます。うん。トイレですね。トイレがあって、洗面があって、で、ここがシャワールーム。うん、こんな感じです。水圧はどうでしょうか。お、水圧も十分ですね。こんな感じです。もう十分すぎるぐらい綺麗で広い感じですね。ちょっとしたデスクもあります。作業なんかやるにもいいかもしれないですね。外は、外の景色も結構いいですね。こんな感じです。電気がちょっと暗いんですよね。いまいち操作の仕方が分からなくて。あ、着いた。あ、結構明るくなりましたね。こんな感じです。もう一度これで今電気をマックスにした感じですね、うん、あるかな。向こうが入り口です。で、クローゼット的なやつはないのかな。クローゼットみたいなのはないんだ。あー、なるほど。あ、これかな。あ、ここだ。ありましたね、クローゼットありました。あ、セーフティーボックスもあるんでここに貴重品は入れられますね。あ、だからこのクローゼットはここをトイレの方を開けているとわからないんですね。こうするとクローゼット、これ洗面の下なんですけど、ここに引き出しがあって、ここに、歯ブラシとか、ボディーローションとか置いてあります。
で、グラスなんかもここにありますね。はい、ホテル出ました。これから両替をしに行きたいと思います。SIM カード買うお金と、あとタクシーのお金ぐらいしか両替してなかったので両替をしに行きます。どこだ。はい、両替はこちらのウェンディエクスチェンジで両替をしました。レートは、0.274 ですね。空港よりはレートいい感じです。あんまり考えてる時間がないので今日はもうここで両替をしてしまいました。とりあえず1万円だけ両替しました。それではこれから、夕飯に行きたいと思います。夕飯はトムヤムクンを食べに行きたいと思います。